2月26日水曜日の農業部を担当する坂口智美です。イエーイ。どうも皆さん、こんばんは。今日は、来た、皆さん来てますね今日は平日ですけれど、皆さんはどうお過ごしですか？ニヤニヤの。ご飯食べてるんですか？早いですね。あ、でももうそういう時間ですね。いいな。そう、こないだバースデーライブが終わったばっかりです。一昨日終わりました。お仕事、お勉強、お疲れ様です。今日も大変ですね。皆さん頑張って。毎日お、皆さん髪型に反応してますよイエーイ。そう、今日は前髪を流してみましたどうです？ちょっと雨が降ってたので湿気がバーって感じでね。今日はどうですかあと新しいお洋服を着ました。そう、これがねずっと着たくて、でもバースデーライブのリハとかもずっとあったのでなかなか着れず、やっと着ました。嬉しい。実はレンカちゃんとお揃いのお洋服ですそう、色違い買おうとしたんですけど、2人とも茶色が良くて、でも同じ色でも可愛いじゃんってなっていつか一緒に着ます。握手会とかで着れたらいいな。大人っぽいです。やったー、大人っぽくなりたい人です。今頑張る。今日誕生日ですか？おめでとうございます。ハッピーバースデー。すごい、乃木坂の誕生日と近いですね。素敵な1年になりますように。ニコニコ元気ですよ。とってもバースデーライブが終わってもう元気マックスです。毎日楽しいです。来てくれた方いますか？バースデーライブどうでしたか？あとライブビューイングとかもあったんでね、見てくれたら嬉しいと思います。はい、じゃあここで前回の配信メンバーからの宿題をやりたいと思います。前回はあやめちゃん、あやめちゃん、バスラの裏話何かあったら教えてくださいですって。裏話ということで、たくさんありますんで、ここで2月21日から24日まで行われたバースデーライブについて話したいと思いますわーい、バスラのことを話そうコーナー、イエーイパチ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 、はい、話しますよ、いっぱい。終わってみてなんかね、ですね、もう全曲披露だったので、もうものすごい量の曲を覚えなきゃいけなかったんですけど、でもなんかリハの時はすごい、うわー大変だ、これも大変だ、あれもやんなきゃ、キモコキもやんなきゃってね、結構大変だったんですけど、でも終わってみたらすっごい楽しくて、本番も4日間全部すっごいあっという間で、すぐねピューとどっかピューとね、なんていうんですか、すごく早く飛んできましたでもリハは結構長い間やって、そう、なんかでも見てるのもすごい楽しかったです。他のメンバーが出てるのもなんか、あーこの曲好きなんですってね、もううんってなってました大好きな曲がねもうほんといっぱいあって、はーい皆さんは何が良かったですか？一番リハはなんだろうな、リハの期間はなんだろう、リハの裏話、なんかパン屋さんがあって近くに、それでみんなでパン屋さんを、このパン屋さん美味しいよねって、なんだろう、パン屋さんの情報を話したりあとなんだろうな、なんだろう、結構1期生
3から4期生までこうみんな一緒の曲とかもあったので、それは先輩方がその教えてくれたりして振り付けを、それを 見ながら頑張って踊るのがとかやりましたね。なんかアンダーメンバーで踊る曲とかもあって、あー1万人やったー、嬉しい、ありがとうございます、イエーイ最後まで見てください。そう、マーヤさんとかひなちまさんとかかなさんとかすごいしっかりあの細かいとこまで教えてくれて、すごいあのさすがだなと思いました。うん、お腹が鳴りますあ、ロマイカやりましたね。ロマイカがいつもなんか煽り曲、煽り最後の方でやることが多いんですけど、今回は結構最初の方でロマイカやって、私は誰とやったか知ってますか？ロマイカあの子と一緒にやりました。わかるかな、レンタンってくる、違いますね。正解はユナちゃん、そういた、ユナちゃんと一緒にペアでした、4期生の、嬉しかったですあとなんだろうな、個人的にはですね、失恋お掃除人をできたことがあのベリーハッピーでですね、まあそう堀様軍団となって、あのライブ中に流れる動画なんで動画を MV 風に撮っていただいて、それをあのライブ中流れてたんですけど、そっちも見てくれましたか？すごいね、本当に MV みたいで、なんかいつか絶対見てほしいです、あの来れなかった人にもすごいね、あのなんかコメディーな感じで、そうすごい楽しかったですみおなさんが変顔して、それをあの私たちもやることになってやったり、あの演技してみたりいろいろやってましたそう、みおなさんめちゃくちゃ優しいですよ、本当に。 MV の時もたくさんお話ししていろいろ聞きました。平行線よかったよ、わー嬉しい。平行線ね、もう嬉しかったです。多分善悪とあとシングアウトの発売記念ライブの時に平行線やらせてもらって、それ以来の披露でしたので、あのベリーハッピーでもうハッピーって感じで、やばいお腹がめっちゃ鳴る、はい、そうお腹ペコペコなんですよそうフロートに初めて乗って、なんか皆さんのことがねよくよく見えました。であとセリフっていうか、なんだろう、思いをこう言うところがあって、あのですね、もう直前までもう平行線のフロートがピューっていく直前までずっとね、あの一人で唱えてて、あー言えるかな言えるかなっていうね、あの勝負だったんですけど言えました嬉しかった。そう、支えてくださいと言いました。そしたらあの3期生が書いた文字が上から降ってきて撮ってくれた方いますか？そう、みんなのメッセージをパーッと舞いましたそう、それで3期生がバッと出てきて、あとですね、今回のライブでもう私はひなちまさん愛がもうマシ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 になっちゃって大変ですもん本当に可愛いですよね。わかります、わかりますよね、本当に本当になんかもうひなねって喋るあの可愛さったら、もうそれはそれは結構3期生でもね話題になってるんです、本当に本当可愛いんですよ。なんかあのライブの MC アンダーの時の MC をひなちまさんが
あの回していて、それの本番前にひなできるかなって不安になっちゃって、でちょっとねできるかなって泣いちゃっていらしたんですよ。でもあーかわいいって、その泣き方もなんかかわいくて、泣き方ももうわーって感じじゃなくて、もうポロポロポロみたいな、なんてかわいいんですかって感じでした。もうその場にいてくれればいいんですって感じでした。でも本当にすんごい MC でさすがですね。やっぱりあと本当に楽屋での先輩たちのお話が面白すぎて、私はもうびっくりしてますなんか本当になんかテレビとかじゃないのに楽屋の中でも本当に面白くて、あの一人でニヤニヤこそこそ笑ってますそう、高山さんとかマーヤさんとかのお話が本当に面白くてですね、いつか聞いてほしいです。んーさあ、そうクイズのシンキングタイム、時々メキメキでした。そうなんですよシンキングタイムにみんなでアンダーのみんなで歌おうってなって、そしたらなんと時々メキメキをあの先輩たちもわーって歌ってくれてコール、そう皆さんコールしちゃってましてね、楽しかったです。すごい聞こえました、フフーとか楽しかった、めちゃくちゃ。うん、何の曲が良かったですか皆さん一番。あとねあれです、あれ、はい、あの僕がいる場所が私はすごい好きなんですけど、なんか乃木坂って感じがして、乃木坂らしい曲で大好きで、それを初めてライブでできて、私はもうベリーハッピー、すごい嬉しかったです。あのダンスも初めてできてすぐ覚えられましたもんタさんメドレーすごかった、すごかったですね、本当にすごかった圧巻でした本当に。ここにいる理由、ここにいる理由大好きですね。アンダーブロックはすごいなんかスイッチがより入ります、もうやってやるぞっていう気持ちで大好きでございます。ハルジオン、あ、良かったですねハルジオンあのあれなんですよ、結構少人数でやらせてもらって、梅がセンターでやって、あ、そう和ブロックっていうのがあって、あの扇子使ったり傘持ったりして、あの和な感じでやってですね、ハルジオンなんだっけ、ハルジオンは 和な衣装を着て踊りました。すごく楽しかったです、大好きな曲をできて、あとあれですよね、あのアナザーゴーストのを一人でソロで踊るアスカさんがもうすごすぎて、それすごい好きだったんですよ。なんか見ました、見た方いますか、もうかっこいいって、なんてどっからあの動きができるんだっていうね。 あと名古屋のご飯たくさん食べました、ひつまぶし食べたり手羽先も食べましたし、あといつもあの用意してくださってる明治エッセルスーパーカップがもう大量にあるんですよ、いつもそれを眺めるのがあの本当に幸せのひとときで、なんかもうのですね、でもなんかアイスは本当になんだろう、こうテレビを見ながらゆっくり食べたいみたいな気持ちがあるんですけど、まあ食べたんですけどリハ中にリハの合間休憩にもちろん抹茶を食べました。なんか本当ご飯が美味しいんですよね、手羽先も止まらなくて止まりません。そうみんなでいっぱいいっぱい食べてましたはい、ではあ、そっか、こちらであの乃木曜日をご覧の皆さんに私のバスラの思い出写真を公開したいと思います。じゃん、
見てください、これ。これはなんと2月22日にライブが終わって楽屋に戻ろうとしたら、これ、このなんていうんですか、カップケーキとケーキとフルーツとみたいな、すごくてですね、これがあの置いてあってもう写真めっちゃ撮ってました、みんな。すごいですよね、これは。ちょっと大変。そう、これほんとすごくて、でもなんかもったいなくて、なかなか誰も食べず、食べることができず、でも美味しくいただきました。すごいんですよ、これは。ケーキ8周年おめでとうございますっていう、そう、もう人数分以上あると思いますよ。すごかった、本当に。こういうのがありました。素敵そしてもう一枚あります。じゃん、こちらはたまみがいる、たまみとまいやさんに撮ってもらいました。これがワブロックの時に着た衣装です。和な感じの。まいやさんと、あのまいやさん本当に好きで本当にもう今まで見た人間の中で一番面白いと思いますこんなに面白くて可愛くて、あのかっこいい人見たことない。本当にね、あの面白いんですよてな感じで、はい、あとひなちまさんともあのツーショット撮ってもらったので、あのどっかに載っけます。はい、なんかほんともっといろんなメンバーと撮りたかったですね。なんかポニーテールの日に、ポニーテールをしてた日にひなちまさんが来てくれて、ポニーテールお揃いだから一緒に撮ろうって言ってくれて、私はハッピーでした。BLT 見ました。 ありがとうございます。そうです、やっぱ BLT 新中さん組の3人で載せてもらっておりますので、ぜひご覧ください。はい、そしてですね、新曲が3月25日に発売ですね。3月25日に発売です。あのバスラの最終日にドンとあれ発表したんですけど、どうでしたか幸せの保護色、すんごいあったかい曲で、なんかもう心がふっとなりました。そう、振り付けも結構みんなさん踊れる曲でだと思うので、いっぱい踊っちゃってください。ん？泣いたってね、泣きますよね。なんか本当に先輩たち大好きですって感じです。白石さんとこう先輩のたちの絆がグッときちゃいます。ほっこりしますよね。そう、200曲目、そう、毎日がブランニューデイ、ブランニューデイというね、3期生の楽曲も発表されましたね。お、タイプ C、 タイプ C です毎日がブランニューデイって感じでね、はい、たくさん聴いてくださいすごい楽しかったんでね、あの聴けばわかります。もう皆さんきっと元気になること間違いなしタイプ C、 あー、お腹の鳴るのが止まらないですねあ、C、C そう、なんか久々に楽しく、なんかもうワーワーキャーキャーしましたね。うん、あと坂道研究生から5名が配属決定しました。おめでたい、もうみんなで頑張ります。あとなんだろうな、さわちゃんが自分が歌った曲で何が一番の印象に残ってる、なんだろう、バースデーライブね、ですね。一番印象に残っている、
やっぱり平行線ですね。そう、なんだろうな、でも環状6号線を井上さんとあと3、4期生何人かでやらせていただいたのも本当にね、心底感謝です。すっ、可愛い曲で大好きなのであのね、本当天使の微笑みですよね、井上さんって。もうはってなっちゃう。ん、やばい聞こえてないか、聞こえてないですね、きっと何の曲が良かったです、リナさんとっさ、とっさ良かったですよね誰もとっさ大好きですから、もうほんとアンダーブロックはもうギューってなります、好きすぎて。ザンビ、そう、ザンビを、もうすぐザンビ、もうすぐザンビ伝説を見たんですけど、びっくりでしたね多分見て来てくれた方は衝撃的だったでしょうに怖かった。そう、懐中電灯でみんな照らしてて、久保ちゃんが一番怖かったですでもめっちゃ面白かった。でもザンビのあの曲を聴くと本当にザンビの舞台のことをすっごいもうフラッシュバックしてきますね。はいどんな感じだったんだろう皆さん、ザンビのなんかリアクション見たかったです。はい、ということで野行美選手権、イエーイ野行美選手権、ここで今週の配信メンバーで争う野行美選手権をやりたいと思います。今週の競技は吹き上げパイプです。吹き上げパイプですって、これこちらのパイプを吹いて白い玉を空中に浮かせます。週の中で一番多く白い玉を吹き上げたられた人に素敵なプレゼントが贈られます。もう野行美選手権は本当に負けた、あ、長くこうフーって空中に浮けば勝ちですって。絶対負けたくない緊張するんですけど、待って、フーって言って、はい絶対負けません。はい、待って、お腹がいきます、せーの、結果は、少な、6秒ですって。何やってんだろうって面白くなっちゃいました。はい、ありがとうございます。結果は6秒ですって。笑っちゃうよ。でも3人勝負なんでね、きっと。はい、結果は6秒、少な、もっとね15秒ぐらいやった気持ちでやってました。いい方なの、どうなんでしょうね。あら、2万人ありがとうございます。あら、感動する、嬉しい、ありがたいです。パチ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 、でもね、笑っちゃいます多分これ絶対皆さんもぜひこのゲームやってみてくださいはい、ではここでですね、ここで明日の配信メンバーに宿題を出そうと思います。明日の配信メンバーは佐藤楓ちゃんです。よかったです、佐藤楓ちゃんです。ちょっと仲良しのメンバーなのですごい楽しみです。てんちゃん、何がいいですか
なんか先輩だってねちょっと気を使ってしまうんですけれども、はい、全然何でもいいと思います。何にしようかな。先輩のモノマネいいね。ウインク、あーでもデンよくするんですよね意外と。よーり、はい、せーの、ドン、デンちゃんへたまみのモノマネやってでーす。なんかでも乃木中で一回あのタマミのモノマネをやっていたので、そっから時が経ってまたやってほしいなと思います。はいはい、嬉しい、2万人いってありがとうございます。何か話したいと思います。ん、あ、さつまいもカラー振ったよ、ありがとうございます。本当に見えました、いっぱい、ありがたいです。あるんだと思って嬉しかったです。はーい、ツインテールしますよ。あ、ごめん、勢いよ、ペペペー、イエーイ。マイアンとの思い出を言ってください。あ、白石さんとの思い出、なんかいつも本当にあのなんだろう、もう神様みたいな人なんで、いつも遠くからあーなんて綺麗なんだってこう目で追っちゃってて、本当になかなかお話できないんですけれども、一回仙台でライブがあった時にあの牛タンをあのあげました。タマミがあんまり苦手だったんで、牛タンが、そう、ももたんといたあの白石さんにどうぞって渡しました。写真をね撮ってくださいって言って、あのいいよって撮ってくれて、もっともっとお話ししたいです。本当に女神様みたいですもん、なんかもううーってなりますね、拝んじゃう、綺麗すぎて。早いですね。レンタンとのお話、なんだろう、よく一緒にいすぎて。いつも一緒にいます。仲良し。スクショタイム、イエーイ。はーい。頑張って撮ってください。イエーイ。何食べたい？そうなんですよ、今お腹ペコペコだから何か食べないといけません。えでもね、名古屋でいっぱいいっぱい食べたので、はい、頑張ります。早い。あ、ではでは、こちらで乃木曜水曜日の終わりのお時間です。本日の感想、本日は、すごい楽しかったですよ。なんかいつもやっぱあっという間ですね、30分って。でもたくさんの方が見てくれて、もうベリーセンキュー、嬉しいです。早かったな。ピエン、ピエンですね。だってピエンの次はパオンって言うんですよ。JK 語教えます。ピエーン、そう、でもすごく楽しかったです。あのバスラの終わってすぐで、
すごい早くなんか感想を言えてすっきりしました。あ、明日の農業部は佐藤楓ちゃんが担当します。時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。さらにこの後無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で農業部アフタートークを配信予定です。そちらもぜひチェックしてください。それでは今日の相手は坂口智美でした。バイバーイ。